フィリップ・カテリーンは、ベルギーのジャズギタリストである。スイスモントルーでのフィリップ・カテリーン・フォートグラフバイ、パティ・ムーニー・フィリップ・カテリーン、国際ジャズフェスティバル、プラハ、ルゼルン・ミュージック・ホール・フィリップ・カテリーンは、ロンドンで、イギリス人の母親とベルギー人の父親の間に、生まれ、ブルッセルで育った。彼の祖父は、ロンドン公共楽団でバイオリンを演奏していた。 カテリーンは10代でギターを始め、17歳までに地元のライブ会場でプロとして演奏していた。1972年にデビューアルバムストリームをリリース。その後の数年間はボストンのバークリー音楽大学でミック・グッドリックとジョージ・ラッセルに支持した。1976年、彼とギタリストのラリー・コリエルはアコースティックデュオとしてレコーディングとツアーを行っている。 翌年、チャールズ・ミンガスとレコーディングを行い、ミンガスは、カテリーンのことを、ヤングジャンゴと名付けた。1980年代初頭、彼は、ベニー・グッドマンとの短期ツアーを行っている。彼は、リディ・ロックウッドとクリスチャン・エスクーデとのトリオを組み、その後、ジェット・ベイカーともトリオを組んだ。1990年代、彼は、トランペッターのトム・ハレルと3枚のアルバムを録音した。 カテリーンはまた、ルーベネット、ケニードリュー、デクスター・ゴードン、ステファン・グラッペリ、カーリン・クローグ、ポール・キューン、シルバン・リュック、マイケル・マントラー、チャーリー・マリアーノ、パレ・ミッケル・ボルム、ニールス・ヘニング・エル・ステッド・ペデルセン、エンリコ・ラバ、トゥーツ、シール・マンス、ミロス・ラフ・ビトウスといった面々と仕事している。ジェット・ベーカー・ケニードリュー・フォーカス・ステファン・グラッペリ、ペーター・ハーボールツ・ハイマー、 ヨアヒム・キューン・チャーリー・マリアーノ・アンド・ヤスパー・ファントフ、マルク・ムーラン・ニールス・ヘニング・エルステット・ペデルセントゥーツ、シールマン・ス・クラウス・ワイス・バルネイ・ウィラン・アンド・パレ・ダニエルソン、その他、ありがとうございます。